こんにちは。本日は私がソロ登山用に持っていくバーナー類ですね。火を起こす薪類の、使い分けについてお話したいと思います。私が持っている、バーナーですとか燃料薪類を、ちょっとこちらに並べてみました。私は、ガスバーナーとアルコールストーブと、固形燃料、これ S ビットですね。の3種類を場合によって使い分けています。まずガスバーナーですが、ガスバーナーは最も手軽で便利で使いやすいので、一番使う頻度が高いです。つまみを回して点火すればすぐに着火ができて、火力の調整ができたり、すぐに消火することができるので、ちゃちゃっと調理をして、すぐに撤収したい時とかに重宝します。なので日帰りのあまり時間のない登山ですとか、何回も調理をするようなテント泊の登山によく持っていきます。まあ、言ってみればほとんど欠点らしい欠点っていうのはあまりないので、まあ、とにかくオールマイティで、一番便利な道具ではあります。ただ、大した不満ではないんですけど、ちょっと不満があります。それは、このガス管の、が中途半端に燃料が入っている時にどうするかっていうことなんですね。今残量がですね、今これ満タンではないです。ただ半分くらいの時に、これで足りるのかなっていうふうにちょっと不安になることがあります。そうすると、もう一つ新品の缶を持っていかなければならなくなるんですけども、その時に、そうすると、ただ新品のガス缶全部使い切るほどではないなっていう時に、無駄な重量を登山に、持っていかなければならないっていうことになります。それを担いで登らなきゃいけないということになるので、装備の軽量化という点で、ちょっと無駄が生じるなっていうのが、ちょっとした不満です。それと、アルコールストーブを買った最大の理由なんですけども、やっぱりこのガスバーナーっていうのは結構な音がしますよね。もうガスの勢いよく出る音、このゴーゴーっていう音が、結構静かな山の中では響きます。これが特に静かな朝とか、ちょっと物騒だな、息じゃないなっていう、ちょっとうるさいなっていう風に感じることがあるのが、ガスバーナーですね。次に、アルコールバーナーについてなんですけども、アルコールバーナーはガスバーナーに比べてすごい静かです。燃焼音がほとんどありません。最初に、点火するときだけボッという、ちょっと爆発音みたいな音がするんですけども、その後は全く燃焼音がしないので、静かな山の朝とかに、点火しても、無粋な感じがしません。非常に静かで、ただ一方で、途中で、火力調整ができないとか、途中で、燃料を継ぎ足せない、で、途中で消せないとか、いろいろと、めんどくさいところがあります。不便な点があります。でまた、五徳が必要だったりします。あとは、風に弱いので、風防が必要とか、なかなかちょっと、なかなかこう、癖のあるやつで、非常にそれが、その手間が楽しかったりするんですけれども、そういった点があります。ただ、やっぱり重量は非常に軽くて、さらに、燃料は、好きな、これ満タンで持っていく必要はないので、必要な分だけ持っていけるっていうのが、ガスと違って、少しでも装備を軽くしたい、ソロ登山ではいいかなと思います。なので、私はアルコールストーブは何回か行ったことがある山、慣れている山とか、時間に余裕がある登山、日帰りでもテント泊でも、時間に余裕がある時にはこちらを持っていくようにしています。最後に、固形用燃料。私が持っている固形燃料は、この S ビットの、固形燃料です。こいつの特徴は何と言っても、固形燃料ですので、アルコールみたいに、こぼれるってし、こぼしてしまうとかっていうことはないですね。なので、で、一方で、ガスバーナーのように、こういうメカニカルな機械部品がないので、故障して着火できなくなるっていったようなことが、絶対に起こりません。で、また寒さにも強いですよね。どんな温度、マイナス何度でも
着火することができる安心感というものがあると思います。ただ一方で、固形燃料はやはり火力が弱くて、やはりこれをメインに使うっていうほどではないなというのが私の印象です。なので、固形燃料については私はバックアップを燃料として考えています。ガスバーナーを持っていくときに、一応予備で、固形燃料。アルコールストーブを持っていくときに予備で固形燃料という形で、実はこれ、固形燃料は常に持っていくようにしています。本当はこれ余分な重量になってしまうんですけども、万が一ですね、ガスの場合は、寒くて点火しない、機械的に壊れて点火しないっていう可能性もありますし、アルコールの場合はこぼしてしまうとか、アルコールはテントの中では使えないんですよね。目が痛くなってしまうので、そういった場合もある。なので、固形燃料は必ず持っていくようにしています。あとですね、別に普通に使えるときは、これダブルで使えるので、それはそれで便利なんですね。こちらの固形燃料の方では、ちょっとしたコーヒーとか紅茶用のお湯を沸かしつつ、ガスバーナーの方ですね。沸かしつつ、ガスバーナーの方で、メインのラーメンとか、炊飯をするっていうような、同時に使うと結構便利なので、バックアップと同時調理をするために固形燃料は使っています。私の、この3種類の燃料、バーナー、ストーブの使い分けは以上です。最初の方は、どれが一番燃費がいいかとか、火力のバランスがとか、そういったことも考えていたんですけども、いろいろブログとか見てですね、調べたりして、なんかニヤニヤしながら考えたりしてたんですけども、燃費の点で言えば、正直大して変わんないなと思いました。年間行く数を数えてみると、そんな差はないなと。いうのが実情です。毎日ね、使っている、毎日煮炊きに使ったらそれは燃費は重要になってくるんですけども、月に1回行くくらいとかそういうレベルであれば、ガスだろうが、固形燃料であろうが、アルコールだとしても、大した差にはならないと思います。なので今は燃費のことはほとんど考えていなくて、その時々に応じて使いやすい、適したものを持っていくっていう形に落ち着いています。今日は以上です。参考になれば幸いです。ありがとうございました。